さんから見たみゆきさんってどんな女性なんですか？みゆきさんは、深層にある優しさが超でかい。深層にある優しさ、深いところにある優しさが超でかい、うん、もう海みたい、なんかあったかい海みたい。なんか適当に喋ってないか。えバレました。違う。まだそんなにゆっくりおしゃべりしたことないですけど。そうなんだよね、急激にここ最近一緒になること増えてだけで、はい、年上ですがピュアというか、なんかごめんなさい、めっちゃ年なのに可愛いって思っちゃう時が超あります。嬉しい。やっぱスタイルいい。あとはあの YouTube 見てると、あの便利グッズめっちゃ好き。水回りの便利グッズ超買ってる。大好きなんだよ。あ、いいっすね。でも悲しいのがさ、はい、もう一人暮らし下手さ10年以上になるのかな。あ、そんな長いですか。まあ、ルームシェアとかも含めてだけど、はいはい、よくさ、はい、大型家具組み立てるタイプの家具あるじゃない。ありますね。所要時間30分絶対に2人以上でやってくださいみたいなのあるじゃん、はい、もう8分ぐらいで一人で組み立てられるの。すごい。もう長すぎて土木じゃん。そう。悲しくてさ。すごいっすね。組み立て員いらないっすね。そうだね、彼氏とかいたら2人でさ、こう、いやいやいや、私ダメですもん。もうだから誰か男友達が家に来た時じゃないとそれ頼めないから、ずっと放置してあります。あ、できないんだ。できないタイプです。マジイライラしますもん。もう邪魔だなとか思いながら生きてます。説明書読めない人でしょう。はい、読めないですだよね、はい、きっとそうだと思う。私みゆきさんにマジでちょっと病を持ってると思われてる。マジで生活病すごいと思われてるんですよ、みゆきさんに。マジで。いや、病気なんだよこれは。しょうがないの。だから言われるんですよ、みゆきさんに。みんな優しくしてほしい、れいちゃんには。だからこういうこと言ってくださるから。病気だから。もうぬくい海水です、マジで。みゆきさんから見た私ね、どうですか。はずい。こまで一番はずい。いや、でも私そのちゃんと喋る前までは、申し訳ないけど、そのモノマネ芸人さんってさ、はい、人によってはモノマネ芸人独特な痛さがあるじゃない。人によってはだよ。めっちゃ言うんですよこれ。ちょっと変わった変態チックな人が多いですか、やっぱ人の真似してそれを極めるっていうか。同期に足部っていうね、足部さんいますね。芸人が知ってるでしょ。変わってます、足部さんは。木梨憲武さんのモノマネする方ですね。のりさんとして話しかけてきたりするの、はい、全然楽屋とかだよ、もうカメラ回ってないとこで、はい、おい、みゆきはそうみたいなさ、突然始まるってことですね。突然始まるの、それはちょっとびっくりしますよね。でも結構モノマネ芸人さんそういうの多い。いや、多いです多いです、マジで。話になんないじゃん。やばっ。見てよ。もう私がそれうなずいちゃったらもう敵めっちゃ作りますから、みゆきさん。会話になんないな。どうやって反応、ありがとう、はい、どんな風に反応すればいいのか分かんないなみたいなことがよくあるんですけど、ありがとうね。確かにそれあります、めちゃくちゃ。うわー、今入っちゃってるみたいな。そう、もう今入ってるんですか、もう。何々で何々で、そのなんか、そうですよねみたいな、私もタオちゃんモードになって話したりとかしないといけない空気はあります。確かに、あ、この人入ったみたいな。あります、あります。のが強かったから。そうですね、会話にならないのかなと思ったのね。多いですね、そういう方は。確かに、うん、れいちゃんも会話になりました。うん、あ、会話になると思った。だからイメージは会話になる人。え、なかそう。人間でよかったと思って。いやいや、みんなが人間じゃないみたいな言い方マジやめてくださいって。本当に人間でよかったよ。本当に。いや、話しやすかった。本当に気まずい。私がここでそうっすよねって言えないですから。そこ、あ、ドグセーゴロイくんね。ドグセーって言った。ドグセーって何でも食べてみてください。最高の紹介。みゆきさんにぴったりの店じゃんここ。臭いですね。スメルが臭すぎますよ。こんな縮むんだ。こんな縮むんだって感想なんだよ。めっちゃ縮みますだって。あー、くっさい屋台の。服に染み付くぐらい臭そうな。くっさ。美味しい、ここ。いただきます。おくせー。いい顔。くっさ。うわ、くっさ。残りが臭っ。うわ、最低。マジ無理。うわ、臭いでしょ。めっちゃ臭です。臭っ。合う。合います。うん、酒と合うね。イカの旨味がギュッてしてる。いきます。お、やばいんだよ、意外と。そうそうそう。うん、うん、濃い。うん、めちゃめちゃ濃いね。はい、
臭い。臭い。これうまっ。ずっと臭い。これ絶対酒だね。うん、ちょっとおしゃれすぎましたこっちが。完全に。シャレついてます。あ、出た。こっちですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うう。やばい、ありがとうございます。これちょっと撮んないと思う。これ最高じゃん。休日だね。さっぱりしてるけど全部うまい食卓っすねこれ。ね、はい。絶対頼んじゃうな。アサリの酒蒸しはあったらね。あんまりでもこうやって酒作られるの嫌いって言っておっしゃってましたね、この後収録し一緒になった時。あ、後輩とか好きじゃない。本当ですか？それはなんで？やっぱ、いや逆に私が後輩の立場でもそのボトルとか入れて来られる先輩いるじゃない、はい、あ、まあまあ、はい、いますね。作んねえとなって思う。まあプレッシャーにはなりますよね。ねえとダメだこれ。わかります、わかります。だから後輩と行った時はなるべくボトルは頼まないようにしてる、はい、あ、優しい、うん。なんだこれ、梅入ってない？え、本当ですか？汁飲んでみて。はい、いただきます。ちょっと梅の味するよ。あれ梅風味じゃない？しそうです。あ、しそう。よかった。惜しい。まあ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 、アクセント的な意味で言うとまあまあまあ、そうですよね。飲み干してしまった、わからなくて。どこで飲むんですか、東京だと。中野坂上に住んでるから、はい、中野か、はい、登っても新宿。へえ、その辺でいらっしゃるんです。この間アスファルトで相撲したって聞いたんですけど。いや、そうなんだよ、今さ、なんか腰さすってるなと思った。腰今めちゃくちゃ痛くってさ、一昨日、はい、オズワルドの伊藤と飲んだの、はい、酔っ払って新宿の路上で伊藤と相撲取っちゃってさ。何してんすかマジで。で負けたんだよ私。最悪。伊藤さんも伊藤さんだな。伊藤おちびちゃんだから勝てるかなと思ったけど、はい、やっぱダメだね。あ、ダメでしたか。男女の差は結構全力で来られちゃったんですか。うん、折れてんじゃねえかぐらい言ってんだよ今。やらかしてますね。相撲取っちゃダメだね。いや、ダメっすよマジで。相撲は取るならまだ店内だね。いやいや違います、普通にコンクリートで取っちゃえばダメだ。ダメです、ダメです、うん、もうダメですから。男女でそういうのやめてください。悔しい。リベンジマッチ、マジでリベンジ。うん、相撲習いたい。今相撲習いに行きます。相撲って習えんのかと。お酒でやっぱやらかしちゃう時ありますか、みゆきさんは。でも記憶ぶっ飛ばすからさ。あ、すごい。そう、失敗ありも。でも怒られたことはないから。あ、人にですか。うん、あ、よかったですね。めちゃめちゃベロベロになって帰って、一回朝が起きて、はい、カバンの中パッて開けたら、はい、餃子が入ってたことはある。よかった、吐しゃ物じゃなくてよかった。餃子、ちゃんと綺麗な餃子。わけわかんない、それ何個入ってたんですか。3つぐらいかな。多分勝手にテイクアウトしたと思う。餃子か、おもろいな。やらかしたことない。いや、ないですよ私。綺麗に飲んでますから私は。記憶全部あるの。ありますよ。いいな。大体ないですけど、大体でもちょっと床でこう転がり出しちゃったりとかしますね。いや、それの方が一番嫌だよ私。なんでですか。やっちゃいます。横で転がったりとか、でんぐり返ししたりとか。お店で？いや、昨日許されたお店とかで、一発だけして、あとはお店の前とかでちょっとだけコロンって転がってみます。誰もいない時にですよ。誰もいない時は一番よくないけど。誰も歩行してない時にやりますよ。あ、ということね。はい、それはします。でんぐり返しくらいさせてくれよって気持ちです。たまに本当に、まあ、伊藤とかもそうなんだけど、そういうこと。朝の5時とか6時まで未だに飲むんだよ。ああ、え、それみゆきさんも付き合うんですか、それは。付き合うけど、本当は私2時とか3時にタクシーで帰るのが好きなのね。はい、それなんでなんですか、それは、理由は。いや、5時、6時なんてもう惰性で飲んでんだから、やつらは。美味しいなんて思ってないじゃん。いやいやいや、まあまあそうですね。酒好きだからこそその意見なのかもしれないですけど。そう、お酒は美味しく飲みたいから。はい、いや、伊藤ちゃんとかも33とかだよ、もっと行ってんのかな。カラオケとか行くんですか、その最終的には。もうずっと、いや、カラオケ行くんだよ。いや、ですよね、カラオケ行くイメージです、うん、伊藤さんって。なんか飲んだことないですけど。で、マネー歌う。
え、マネーってなんか、え、マネマネマネですか。マネマネマネだマネレレレレってやつ。あ、は、浜田翔吾さんです。はい、浜翔。これがいいんだ。はぁ、あ、知らん、もう知らないね。知らないです。浜翔のこと知ってます。浜翔のことは知らないけどそれを聞いてんすか。うん、歌いはしないんですか、みゆきさんは。私はすごく歌が下手だから、そんな歌はさせられたら歌うけど、自ら入れたりはしないな。かっこいい、なんか歌詞みたいでした。自ら入れたりはしないな。やめてよ、まあ、もうちょっと話したいんですけど、今回はこの辺で。ほよみゆきさん、どうですか、福岡に来て私と番組をやってる。いや最高です。もうオフだ、オフです。完全オフですよね。オフです、これは。いや、めっちゃ嬉しいです、こんな姿のみゆきさんを見れて。私ラッキーで、店もめっちゃうまいしありがとうね。いや本当ですか、休みくれて。いやよかった、うん、昨日からの流れ結構休みですもんね。休みだってあれ、あの髪染めてますよねあ、そう、美容室行ったんですよ。行ってますよね。なんか昨日、いや髪染めようかなみたいな、今日夕方5時入りだし髪染めようかなって言ってましたもんね。で、れいちゃんのマネージャーさんのお友達、はい、よく行ってたところの美容室行きました行きました。ちょっと福岡満喫してくれてますか、みゆきさん。いや、いい美容室でした。本当に。いや嬉しいです。ちょっと来週もぜひ楽しんでいただいてありがとうございます。みゆきさんゲストでした、ありがとうございます。まるまるサークル講座なんですよ、よかったらこれで最後待ってください。せーの、まるまるサークル。番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer またはテレキューオフィシャル YouTube チャンネルで。人生最高の飲み会は、これでもサマーズさんに憧れてお笑いやったんだけど、はい、まだ良かったぐらいで。